Your radio station. FM Naha. やっぱりドリアン。こんばんは。今夜も始まりました、やっぱりドリアン。今宵もご指名ありがとうございます。あら、そちらの方は今日初めてかしら。どうぞよろしくね。これからもごひいきに。よかったらメッセージ欲しいな。メールアドレスは 780@fmnaha.jp よ。それでは今宵もご一緒に発情しましょう。この番組はきっと見つかるあなたの一台、ドライジムの提供でお送りいたします。9,998,9,999,9,1,000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 
やってるんだよ。見たな。お家で気にせず誰でもできる。きっと見つかる。あなたの一台トライチーム。やっぱりドリアンは世界中から見て聞けます。今は見れないの？生じゃないからね。番組終了後 YouTube で FM 那覇って検索してね。やっぱりドリアンって見つけてね。消されちゃうかもしれないから早くしてね。ドリーズからのラブなドリレターをお待ちしています。ドリアドレスは780@fmnaha.ドリ。そこは JP やろ。780@fmnaha.jp。 ラブなドリレターお待ちしています。ねえねえドラね、あえ初めて、うん、今日であ何回目、24回目だ。そうなの？うん、多分、うん、25回目か24回目のはず、うん、初めてですが、うん、ドラね、はい、今日はチャレンジしてもらったことあります。何ですか？紹介のドラねえの、うん、なんとか類なんとかか、うん、これ見ないで言いましょうか。多分頭に残ってるはずですよ。今覚えない今覚えない、まあ、そんな急に言うんだ。急に来ますよ。ではちょっと行きたいと思います、はい、ご指名ありがとうございます。合ってるかどうか見てもらっていいですか？そうですね。ご指名ありがとうございます。バラ類バラ類いや2回目で間違えてるよねご指名ありがとうございます。バラ類青い類青い類青い目青いかドリアン族ドリアンのドリアン姉さんことドリーネーです。あーバッテーやったー。はい、ドリアン姉閉じて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 。はい、ドリアン姉、はい、お願いします。はじめまして、サボテン族ひもサボテン企業はじめまして、サボテン家ひもサボテン族三角サボテンドラゴンフルーツのドラゴンフルーツ姉さんことドラネです。当たってる当たってるイエーイ、イエーイ。あ、あーって言わないの？できるんだね。できますよ、意外と。
ドリネーとドラネーのコーナー企画会議。ということで、こんな被ることだから、本当にこの気の合うことよ、はい、お願いします。タイトル言っていいですか。はい、お願いします。煩悩108手まで作り続ける四十八手のその後、その後ということでございますね、はい、ではですね、はい、結構四十九手から62手まで、うん、はい、だいぶ来ましたね、決まったので、はい、ちょっとじゃあバババッとドラネに行ってもらいましょうかね。はい、じゃあ頭からいきましょうね。じゃあ私数字言いますね。四十九手逆さ富士、50手合わせ鏡、51手ウニまみれ、52手高速パカパカ、53手、3手からの合わせ技大車輪、54手、言うよ、はい、お願いします。みやびな技でございます。時忘れ、55手、だんだんぬるぬる、56手、チュッパチャプスさん、57手、ヘッドフォンプレイ、58手、あちちくゴロゴロ何それ、59手、リトラブロンラブ、60、違う、まだあるの、ごめんなさい、リトラブロンラブバイレイコ、60手、穴確かない、61手、みやび磨き、クシ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 クそこまでつけるわけね、はい、そして62手、ワンル勝ちみそおり、私を捕まえて離さないでって意味ですね、はい、そういうことですね、はい、この60、61、62は確か前回、はい、ね、3ついっぺんにね、はい、決まりました、できましたね。でね、私ね、うん、今四十九手から62手まで全部言ってもらったけども、はい、意外と楽しい、うん、意外と楽しい、うん、意外と全体的にまとまってるって言い方おかしいけども、うん、なんか一個一個見るとそうでもないんだけど、うん、読んでみると意外と面白いなと思ってそう、うんうん、もうチュッパチャプスさんとかさ、ヘッドフォンプレイとかさ、もうちょっとなんとかしろよっていうね、うん、そう思ったんだけども、うん、意外と全体を通してみると意外そうでもないですよ。いけますか、うん、全然いけました、はい、よかったです。ありがたいことに、まあ、じゃあ今日もね2つ3つできるといいですね。いいですね、本当にね、はい、最近ね、うん、なんとなく遊びすぎ、遊びすぎ、もうちょっと四十九手五十手みたいに逆さ富士とか合わせ鏡みたいに、そうそう、遊びすぎっていうかね、うん、考えようとするばっかりにね、うん、ついつい内容を考えすぎ、なるほどなるほど、だからね内容はいらないの、そうね、もう字面だけでね、字面字面だけで OK なのよこういうものは。だって逆さ富士ってどうするのか分かんないじゃん、うん、本当その通りよね、時忘れもさ、そうね、だからどうなのかっていう話でしょ、そうね、うん、だからやっぱりね、いろいろ凝るよりは湧き出るような、うん、ね、イメージがつくような感じの、そうですね、私たちラジオだから、はい、言葉命だからね、はい、はい、ってこと、そういった意味でプロ意識が強いってことですかね。ザ自画自賛っていうことですけども、はい、そういう感じですね、はい、なのでこのコーナーはですね、うん、煩悩108手まで作り続ける四十八手、はい、初の行、初の行ですね。ね、でもなんやかんや108手まで、うん、今62手まで決まったんで、あと約40ぐらいですね。もともと48手なのにあと約40ってね。そうだね、まるまるもう一個作んなきゃいけない、ね、その通りよね、うん、ごもっともで、うん、まあ、煩悩108手ってことで、これさ、1月の1日108除夜の鐘が鳴るまでに見つけたいけども、それはちょっと無理だと思うね、うんうん、あと 3,4 ヶ月かかるはずね。そうね、2月ぐらいまでには、うんうん、そうね、じゃあバレンタインデーに、うんうん、本にして出版するか。なるほど、うん、すごくいい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 、ほらここのさ、はい、スタジオって目の前純駆動じゃん。はい、その通りです、ね、だから純駆動の、一番入り口のところに平積みで置いてもらう。いいですね、いいね、はい、これこの純駆動の店長が許すかっていうね、まあ、こそっと置いちゃうか、こそっと置いたらいいんじゃないかな、こそっと置いちゃうか、置いたらいいんじゃないかな、うんうんうん、で、したら右下の方に FM で貼って書いてこう、うん、そうだそうだ、そうしよう、それで、FM、うんうん、ここ誰が置いたの、私知らない、私知らない、うん、ないって誰も知らないけど、うん、まあ置いてあるかいいかと、うん、そうそうそう、そうなるはず、うん、そうしよう、で、かっこ、うん、FM で貼って、かっこやっぱりドリアン的な感じで、うん、いかがすかね。そうですね、だからあんまりこう責任をね、うん、なすりつけられても困るので、そうなん
なるほど。FM 那覇、うん、ヤパドリぐらいな感じ。ヤパドリなんかね、ヤパドリでちっちゃくね。うん、FM 那覇、ヤパドリ、ヤパドリぐらいな感じで。わかりました。はい、行こうかなと。そんな感じでじゃあ、うんうん、じゃあ最終目標は、うん、出版と。出版来ました。出版、出版。それもなんか使えそうだね。出版ね。ああ出版。カッコしとこうか。カッコ出版しとこう。出版。でもさ、これ一つでいい言い方よね。言い方、うん、出版、パン、出版ね、うん、OK です。63ってね、63ってカッコね、カッコ、うん、63って出版です、はい、一応あの候補としてね、うん、っていう感じですけども、さて、うん、ハロウィンも終わり、はい、今日は11月の18日、あ、とっくのとうに終わってね、ハロウィンね。そうですね、うん、とっくのとうにね。これからクリスマス時期となりますが、本当に、うん、どうしようかドラね。この間さ、うん、案が出まして、はい、うちのスタッフから、はい、ドラ姉さんとドリ姉さんは、うん、ハロウィンで間違えた、クリスマスはどうするんですかって、うん、もう世の男性が喜ぶようなことをしてくださいって言われたので、どうしますかって、私一つ案があるんですと。何でしょう。ボディーペインティングなんかいかがですか。ボディーペインティングをするんですか。そう、サンタの格好、ロインを後ろにする。私たちが施す、うん、私たちがボディペインティングするんではなく、そう、私たちがされるのではなく、うん、私どもが、うんうん、ロインを後ろに、おボディにおペイントを施す。なるほどなるほど、はい、広大なキャンパスにね、うん、広大なキャンパスにね、あ、ごめんなさい、いやいやいや、本当にごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました、はい、ということですね、ボディペイン、ロイン大城が、うん、この年内には一応ゲストに来ますので。あら、そうなの。はい、そうなんですよ。素敵ね。そういえばこの108テーマで作り続ける48ってその後のコーナーの他にも、はい、なんかそろそろ、そうね、そろそろゲストが24回やってきて、うん、一度釈迦とお姉さんしか来てないので、うんうん、一度ちょっとここで、ね、あ、男子たるものを、ね、導入してみようかなと思って。厨房に入らない男子。そう、あら、男子たるものをちょっとお呼びいたしましょうかね、うん、スタジオにぶち込んでみる、はい、あら、いいわね、と思いますけども、いかがですか。いいと思います。本当ですか、はい、このロインお城はちょっとなんか、うん、エロトークをしたいってことで。なるほど、はい、ロミン大城は、うん、カテゴリー的には男子なんですか。あの方は宇宙人、ロボットでした確か。 あの方確かロボット、ロボットでしたね。ロボットでいらっしゃいましたね、はいはい、性別はないんですね。ないです、確かロボットなので、はい、特に性欲も分からないって言ってました。そうでしたね、性欲ありますかって言ったら、性欲って何ですかっていうふうにおっしゃってましたね、うん、メーカーに聞いてくださいっておっしゃってましたね。あ、そうでした、そうでした、そうでした。組み込まれてないと。組み込まれてないですね、そういうことでしたね。遺伝子レベルで。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。なので、うん、いわゆる人間の男子を、うん、ちょっと投入してみたいなと思うんですけども。投入ということは、まあ、大豆から取ったということですか。そういうことですね、はい。甘みを控えた栄養たっぷりの、うんうん、栄養刺激たっぷりのソイ、ソイゲストですね。ソイゲス、ソイゲスですね。ソイゲスですね。なるほど。もう何が何だか分からんわ。だからよ、本当にもうソイゲスはですね、うん、まあ、今月中から来月の頭には楽しみだわ。ね、本当にね、どんなお話を持ってくるのか、ちょっとソイゲスを。ソイゲスね。オッケー。まあそんな感じでいきたいと思いますのですが、はいはい、うん、いいですかね、そんな感じで。オッケーでございます。じゃあ今の会話の中で108って見つかりました？ソイゲス。ソイゲスね。またこれもカッコで。カッコいいんじゃないですか。63ってのカッコで。いきます、ソイゲス。ソイゲス。63っての格好なんですか。そうですね、63点をまだ出版もまだちょっと格好なので、じゃあ出版とソイゲスト合体させますか。そう、うん、63点どうですか、出ゲスですか。出ゲス、ソイゲス出版、ソイゲス版、ソイゲス、ソイゲス出版、ソイゲス出版、ソイゲス、出版、ソイゲス、出版、ソイゲス。ね、何にもない、何にもない、何にもないのがコンセプトよ。ね、もともとね、うん、待って待って、でも逆さ富士って雅じゃないか。雅、ソイゲス、ちょっとこれね、前回からワンルカチミソーリーとか雅、磨きとか、うん、アナ確かない、うん、っていうらへんからですね、うん、なんとなく語呂を合わせればいいっていう感じになってるんですよ。ソインゲスなら、もう出版ソイゲスでもいいんですけども、いや、出版やめて、やめます、ソイゲスにしましょう、はい、豆乳のようなゲスト、うん、豆乳のようなゲスト、まあ、人間の男子のことね。そうですね、人間の男子のことをソイゲスっていう、はい、これがさ、人間の男子って意味でしょ。そうです、ソイゲスって、それ108点、はい、48点の何が、あれが人間の男子、意味はないの。人間の男子かっこソイゲス、じゃあ63ってソイゲスで。そうです、
豆乳のようなゲスト豆乳のようなゲスト、わかりました。豆乳プレイですね、要はね。豆乳プレイですね。どんなプレイだよ。あれですよ、あの、はい、意外なものをあのぶっこんでくるっていう、そういうプレイです。あ、なるほどなるほど、はい、それがソイゲス、うんうん、豆乳のようなゲスト、はい、豆乳のような、人間の男子、はい、ゲスト、うん、そういうことですね。豆乳のような、はい、いや書いたら静かになるから。なるほど書いたら静かだから。そうですそうですね。はい。ソイゲス。ソイゲスですね。わ、はい、かりました。はい、ということで、うん、ドラネ。はい。今宵のお召し物。激しく来ましたね。激しく来ました。はい。思わず指がね動いてしまいました。グイッとね。ソイゲスに。はい。私今日、はい、あの最初から装着しておりません。はい。グッと入れるんですか。桃色ディキランヌをね、はい、今から入れようかなと思います。はい、グッと。このグググググググ。ああ、動いてる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 。今日はちょっとパカッと開けつつここに投入するの。入れちゃった。また相変わらずのボインよよよよよ。ボインよよ出しております。今日も本当に桃色ディキランヌが揺れております。はい、揺れております。ブルーの谷まで桃色ディキランヌが。そうですね。今日はですね、ちょっと。先週も引き続きブルーなんですけども、うん、今日も相変わらず大谷の間を出しつつ今日はあの忘れずに土星のシンボルをね、はい、持ってきました。お付けになってらっしゃって、はい、思ってもです。はい、そうです。でないと私土星に帰れないので。そうですね、うん、そしてあのブルーのドレスに黒のレースがキュッと締まって、そうですね、可愛いですね。またねさらに胸を大きく見せてると思うんですよ。そうですね、パイオツをちょっと強調しました、うん、みたいな感じで、ね、そしてね私は今日休むわ店休むんだ店休むんだ何の話やねんって。何の話や、決意したの。決意、決意したんだ。そうそう、ごめんなさい見えちゃったね。本当にケツっぽいから決意したの。ではケツっぽい決意。ケツっぽかったよ今、うん、あの、ね、ちょっと前かがみになった。それがほらケツっぽい。はい、わかりました。オラシンノスケ何を言ってるの。モノマネ大会じゃないよ、ね、本当に。そういう感じのオタニンの間でございますね、うん、はい、まあ、小学生レベルのお尻ぐらいの谷間ではありますよねなるほどね、はい、なるほどなるほど、そんな感じはしますね、はい、あと私今日プレゼントしていただきました。大変、全然見えてないわあなた。そうなんですよ、ちょっと 見てもらっていいですか。あのFM 那覇のスタッフさんにですね、私ドリネーということで、はい、ドラネーはねもともとドラゴンフルーツのピアスをしているんですが、うん、そうなんです。私ドリあん、まさか世の中にある、世の中にそんなものがあると思わなかったけど、はい、今ちょっと後ほど YouTube で確認してみてください。ドリアンの、ピアスをね発見してくださったスタッフがいらっしゃって、今日見事に着用しております。しかもですね、片っぽのドリアンは丸々のちゃんとしたね丸々1個のドリアンでございますが、なんとこちらのドリアンに関しましては半分向けております。半分向けておりますので、何かがちらりとふっくらとした中身の具がね、具がふっくらとした具がぱっくりと割れた具が、はい、見えております。中身が見えておりましたね。怪しいにも程がある。そう、これもう少しちょっとアレンジして皆さんに見えるようにお届けしたいなと思いますけど、うんうん、そうですね、今ちょっと見えないですね、うん、そうなんですよ、残念ながら、はい、ペンダントでもいいかもしれないですね。あ、そうですね、胸元にね、うんうんうん、ね、確かに。あのディキランヌの代わりにティックンビーのところに、うん、ティックンビーのところに、ティックンビーのところに2つポーンポーンでもいいかもしれないですね。なるほどなるほど、どうせ見えるんだからさ、どうせ見えちゃうんだからね、どうせ見えちゃうんだから最初から、うん、あのドリアンつけとけみたいな。ティックンビーの方に、ティックンビーの方にね、はい、それもいいんじゃないかとね。ティックンビーって何今できたの、書いていいですか。ティックンビー、ちょっと可愛いんでティックンビーが行きました。ティックンビー、何やねんティックンビーって。ティックンビーのところにね、まあ、お乳首のことよね、はい、ティックンビー ね、 ビーね、ありがとうございます、はい、はい、今日のドラネーは、はい、私は今日は、おしいのスルーでティックンビーのところが、ティックンビーじゃないです、うん、ティックンビーのところは隠れておりますが、全体的におしいのスルーで、おしいのスルー、はい、私今日はおしいのスルーでやってまいりました、うんうん、あ、まあ、略してシースルーってことですね。そういうことですよ、ですね、丁寧に言うとおしいのスルー、はい、なるほどなるほど、おしいのも入りますね、おしいのスルーですね、スルーでまいりましたの、はい、はい、そうですね、今日はあの黒でシックに決めてますけども、はい、若干このおしいのスルーなので、あの色っぽくなっておりますね。おしいのスルーから何かよからぬものが出てるわ。大丈夫です大丈夫です、入れる、入れなさいね、入れたわ。着床して着床させた、着床して、はい、で今日はね、ドラネのマイクにも、はい、なんていうの、このおこんのドーム的なものがね、おこんのドームなんですかこれ何かかぶさってるわ。いや白いね、レースのものがね、何かがかぶさっています、うん、あなたかぶせるの好きでしょ。え、いろいろと大好きです、いろいろとね、大好きなんかい割といろいろとね好きでしょ、はい、大好きです、うん、OK です。と、はいうことで結構ね、時間もこのキャー押しましたね、はい、以上ドリネート、ごめんなさい今すごく私のこと責める目で見たよね
また忘れてるこの人って目で見たよね、この野郎って目で見たけども、はい、以上ドリネータードラネーのコーナー企画会議でした。それでは1曲目、ヌーガラ、間違えた、小泉京子でヌーガラピーヒャラミアラビ。9,998,9,999,1,000,000。お前一人でこそっと何やってんだよ。見たな。お家で気にせず誰でもできる、きっと見つかる、あなたの一台、トライ自分。フルーツバスケットの部屋。江戸四十八たっかい木会を解説。ドンパフ。さあ解説しよう、ね、懐かしくないドンパフ。ドンパフパチパチ、ドンドンパフパフパチパチ。はい、江戸四十八たっかい木会、はい、解説楽しみ。前回は四十八ってその24手こがかりを紹介して終わりました。そうでした。はい、この時に生まれた108手が、うん、はい、ですね、みやび磨きですね。なんでかって言いました。この手こがかりっていうのがですね、はい、あの単位が、うん、ちょっと待って、足のね指を舐めれるかなと。はい、で足の指を舐めるのは構わないんだけども、うんうんうん、みやび磨きでクシャクシャクシャすごく洗いたいと。はい、相手のね、そうです、使い古した歯ブラシとかで隅々まで、はい、洗いたいということですね。ごもっともでございます、はい、それから行いたい、はい、では四十八手その25を今日、はい、今からいきたいと思います、はい、こたつ係。こたつ係というのは、そうですね、もうご覧になったんですね、あなた。私は見てますね。私まだあの、はい、イラストを見てないんですが、はい、こたつを使うんですか、からのこたつを使ってから の生き物係的なこたつ係がいるんですか。どういうことどういうこと、こたつ、じゃあ私こたつの係だからみたいな感じで、うん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 、こたつの係の人がこたつになる。なるほど、一人がこたつになって一人は入る、うん、なるほどなるほど、うん、じゃあ見てもらっていいですか。見ます、はい、イラストを見ます。イラスト、いやいやいや、まんまやん、まんま、汗かくわ。そんな来ましたね、だんだんぬるぬる。だんだんぬるぬる来ました。下だけだんだんぬるぬる。そうですね、まあちょっと分かりやすいんですけども、うん、こたつ係は、うん、まあ名前の通りこたつの中でいたす、いたすの中で行う購入、まあ、これさ挿入法でした。何を購入するんだ。何買うんだよ、うん、本当に。これこっち向けのスタイルじゃなきゃいけないの、そういうことですよね、うん、あの女性がこういうスタイルって多いよね、四十八って。そうですね、うん、これさ、うん、ですね、うん、こたつの中でじっとしてるのもおつなものです、はい、どういうことかな。どういうことかな。もうじっとしてる、でもこの状態で、あ、なるほど、もうテレビでも見ちゃう。これは挿入した状態ですか。はい、そうですそうです、はいはいはい、このまま、うん、みかんとか食っちゃう。なるほど、挿入した状態で、うん、なるほど、うん、なるほど、うん、そうですね、そういうことですね、はい、はい、それがゆっくり、なるほど、冬の趣とも言えそうですって書いてあるから、うん、やっぱり、ね、おかしいですよ。あ、でもドラネの大好きな風流な、そうですそうです、スローセックスに、そうです、大好きですね、はい、いいですね、本当にいいね。だから、まあ、みかんとか食べながら、うん、みかん食べてるのにそんな声出しちゃうんだみたいな、時々声出ちゃう。なるほどなるほど、うん、どんな声ですか、例えば。できない。ドラネのドラネ、あ、ドリネのドラネチェック。無理。どんな声ですか。できない。ちょっとチンって鳴らしなさいよ、そういう時は。できない。わかりました、はい、あとですね、ちょっとね、私面白いなと思ったのが、はい、女性はこたつの天板に、うんうんうん、手をつき、はい、
どういうことですかね。これあの、うん、イラストを見る限りは肘をついてますけど、行儀悪い感じになってますけどね。行儀悪い感じになっておりますけども、はい、どうなんですかね。まあまあまあ、まあ、こたつ係。なるほどね。ということで、まあ、一番今紹介してきた中で、うん、25点の中で一番わかりやすいですね、うん、まんまやんってことですね。まんまだね。ただどんな単位かがわからないと、うん、なるほどね。横になってるのか、うんうんうん、座ってるのか立ってるのかっていうのが分からないってことですね。もうでもさ、こうなってきたらさ、うん、はい、こたつ係だとかさ、うん、椅子係だとかさ、なるほど、洗面所係だとかさ、洗面所まさかのなんかさ、うん、もう何でもいいからさ、うん、行っちゃえばいいみたいなことになっちゃうよね。なるほどなるほど、行っちゃえばいいってことね。道具の名前つけたらいいんでしょ、はいはいはい、というか江戸450年前にこたつあったんだ。本当だね、うん、あのほら多分さ電気じゃないじゃん江戸のこたつは。なるほど。あ、ただ単にテーブルに布団かけたっていう。いや多分さ中に練炭入ってるとかさ、危険の伴う、危なくね、あつ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 みたいなことにさ、うん、そういうことだよね。下手したらなっちゃいそうだよね。なってるはずね、うん、ありゃまあ暑いわ暑いわ。では次いきですか、はい、四十八手その26、はい、ししまい。え、これさ、いい名前だ、うん、沖縄にいっぱいいるけどさ、あの人たちさ、はい、26手だったんだね。まさかのあの人たち26手、うん、だからついなんだなるほど、だから目音なんですね。26、私さ、うん、このちょっとあの職業柄というか趣味柄というか、はい、趣味柄、うん、趣味というか、うん、あの職業というか、うん、まああのこの獅子舞のね、沖縄のよ声裏返ってます、はい、沖縄のよ、うんうん、いわゆるシーシーという人たちが、はい、練習しているところとかにあの立ち会うことがあるんですね。あ、はいはい、あ、なるほどなるほど、割とね、うんうん、ということはそのあのシーシー、顔があって胴体があって足が4本生えてるシーシーの中がどうなってるかというのは、うん、非常によく存じ上げている状態なんです。なるほど。あ、私は全然わかんないでしょ、うん、普通の人はさ、うん、あの獅子として見てるけれども、はいはい、あれ練習するときって、はい、被らずに練習したりもするんですよ、うん、動きだけを練習してでまた被っても練習するんですけど、なのであの中で獅子の、まあ、要は人間が2人でやってるんですけれども、はい、どういうスタイルになってるのかが非常によく分かっていて、はいはい、まだイラストを見ていないんですけれど、 あ、はい、あの獅子の形に男女がなっているのであれば、うん、え、相当エロい、うん、なるほど、相当エロい、相当やばい。ただね、うん、ね、今までのとあまり変わらないかもしれない。そうなんです、もうそう今すごい期待してるでしょ、うんうん、じゃあちょっとイラストを見てもらっていいですか。面白くないドラネーからしたらね、今散々語ってくれてるでしょ、獅子舞について。全然面白くない、ね、それにから考えたらちょっとこれはそんなにアクロバティックでもないかなっていう。じゃあこれのどこが獅子舞なのかをまず聞きたいなるほどなるほど、これのどこが獅子舞なの。でも見て見て、私の大好きな、うん、まあ、男性女性がひっくり返らないよ、うん危険帯、そうそう、こっから大シェアリング大シェアリング、またこれも大シェアリングいっちゃうわよ。ひっくり返らないように、うん、あ、まあ、手をつくといいでしょうってことなので、はいはい、この単位を完成させることができれば、うん、セックス上級者と言っても良いでしょう。マジか。でもこれさ結構大変だよ、女性動かせる、あなた腰この状態で結構難しいよね。これ私が動かすの。あ、なるほど、私たちは座ってるだけでいいってこと。そうじゃない、座ってるこの単位でいいってこと。そうですよ、うんうん、そうですよ。男子がうんうん、うん、お頑張り遊ばしたらいいんじゃないかしら。なるほどなるほど。でもね、これはね、獅子舞ではない。なるほど、ドラネーの言っている獅子舞ではない、うん、私も26にして初めて、うん、却下でございます。なるほど、却下、はい、よくしているからこそ却下ってことよね。獅子舞はこうじゃない。でない、なんかそんなこと言って私逆にそっちを見てみたい、獅子舞の方を、うん、というかさ、うん、これさ私26手を却下したので、うん、64手に、はい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 、はい、64手、はい、ニュー獅子舞を入れますか。獅子舞を入れていいですか、はい、もちろんです。そこに真の獅子舞というのを入れていいですか。はい、わかりました、はいはい、写真の真ですね、まことの獅子舞、はい、なるほどなるほど、まことの獅子舞、真獅子舞、真獅子舞の真は真、新しいではなくまことの、まことの方、はい、新獅子舞を投入させていただきます。それは、はい、いわゆるソイですね。なるほど、ソイですね。ソイさせていただきます。わ、はい、かりました、了解です。新の獅子舞、はい、わかりました、はい、
じゃいいですね。これ好きいいですよ。はい、好きですよ。紳士姉妹。紳士姉妹です。はい。はい、そうなのよね。うん、ひっくり返るところ私結構好きなんだけども。ひっくり返るところが好きなんですか。これね、女性ほら私体柔らかいからこれはできるんですけども、はい、安易に、うん。あなたどうですか？ドラネーは。無理ですね。どこまでしか上がらないの？いたたたたたたな感じ、ね。いたたたたた。あいたたたたいたたたた。あのこれも挿入されていくらピストンされてもいていた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 。膝の裏あたりがつってしまうっていう。そうですね。いたたたいたたたってもう強要されると、うん、何しとんねん。みたいな常にあるとそこにボタンが、うん、そういう感じです。なるほどなるほど、うん、ロープですね。でも本当にさっき言ったみたいにこの本位をあのこの単位を完成するとセックス上級者って、うん、まあいらないな、うん、別に私その上級のね、うん、カテゴリーには入らなくてもいいかな。その通りですね、うん、はい、愛が欲しいね。愛が欲しいということで、はい、次行きましょう。はい、四十八手、はい、その27、はい、種目反り。種目ぞりの種目って何ですか？これどんな字だろう、わかんないですね。きたー、これ手編に、うん、わらべという字です ね、 そうですね。種目ってあれもしかして何だろう、あの何うん、何ゴーンって除夜の鐘叩くやつのこと。なるほどなるほど。ポクポクって叩く、何が種目？ポクポクって種目？種目ですよね、うん、種目って何？種目種目ちょっと調べてみましょうね。その間に絵見ていい？あ、鐘の木はゴーンは鐘の木になってる。あ、鐘の木だ、うんうん、その種目じゃないですね。なんだろう。あ、出てきます。種目ですよね、うん、種目、手編の種目。ああ、でも当たってます。鐘など打ち鳴らす、棒です。あ、やっぱりあのゴーンの棒なんだ。ゴーンの棒ですね。さすがさすがドラネっていうか、あのゴーンの棒さ、硬、うん、くてまっすぐなのにさ、どうやってゾるんだろう、うん、じゃあそこも踏まえて今イラストを見てもらっていいですか。あ、 そこそれが解決すると思いますので、そこも踏まえてゾる、はい、イラストを見ていただくと分かりますが、なるほど、まあ、種目ゾってますよね。あ、ゾってますね。ゾってますね。確かにゾってます。ゾってます。はい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 。なるほどね。まあ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 、騎乗位の一種ですけども、うんうんうん、まあそこからはね、まあまあいろいろとゾってる。うん、なるほどね。種目ゾってますね。はい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 。いやいや、しかもさ、うん、もうこの四十八手作った人さ、はい、ブリッジ状態の女性をってさ、うんうんうん、なんで女性をすぐこういう ね、ブリッジだったり ねこれさ、作った人って男性だと思わない？絶対そうだと思う、ね、あのもうさ、願望、こんなことさ、うん、してさ、うん、まあ男子はいいよ、うんうん、男子はね、男子はいいよ、うん、この種目ぞってもね、うん、種目ぞってもいいよ、でも女子この種目ぞった時にさ、うん、何か一つでもいいことがあるのかというと、うん、何もない。そう、何もない。ごもっともでございます。それとドラネですね、はい、今ちょっと下げていくとですね、はい、この単位は見た目がとてもエロいのでラブホテルなどで行う場合はぜひ鏡に映して楽しむことをお勧めします。出ました、108手、合わせ鏡、はい、第50手の合わせ鏡ですね。あのね、うん、一つね、指摘していいですか？あ、お願いします。江戸時代にラブホテルがあったんかいっていう、だからよ、 あれじゃないかな、買うところ吉原とかじゃないですかね。あ、でもさ、まあまあ、男性の鏡なんていうものはさ、うん、非常に高価なものでございましょう。ねね、この場合さ、はい、あなたはさ、どこに鏡を置きますか？もう置き場所によってはとんでもないことになりますよね。ドラネはどこに鏡を置きますか？でもこれ例えばね、うん、じゃあ私が今言った足元に置いたとしても、はい、誰一人として見れない。ゾっちゃってるから、誰も見れない。本当、足元からだと、うん、多分鏡さんは、うん、見せるなやみたいなことになってます。めっちゃ映してるんだけども誰も見えない。鏡さんだけが変なもの映させられて、うん、ひどい目に遭ってるだけで誰も見えないね、うん、鏡の仕事を果たさないね。果たさないです。この場合やはり天井なんですね。ごもっともですね。私も天井です、うん、私多分相当大層興奮します。私合わせ鏡大好きなんで。あ、合わせ鏡大好きなんですか？大好きなんで。あ、そうなんですね、はい、そうなんですよ。ドラネはどうですか？私はちょっとあんまちょっとどっちかというとどうしていいかわからない。どうしていいかわからない。どこ見ていいかわからない。あ、なるほどなるほど、うん、でもご自身を見られたりいかがですか？ご自身のあそこでも。そして急に何かがさーってこう冷めるようなね、冷めるタイプで、うん、なるほどなるほど、うんうん、ではではですね、はい、今日はここまでにしとこうかな。今3つ3手出してね、はい、ゾリで終わりですね。今日はゾリで終わりなんで、いや、もう一個いきます。いきますか、はいはい、最後にですね、はい、これごもっともなんですけども四十八手その28、はい、寄り添い。あら、はい、どんなのイメージしますか？えー、っと
寄り添いですね、うん、イメージ的テレサテン窓に違うのこれ、うん、そんな感じ西日、うんうん、寄り添い、うん、なんかテレサテンな感じしないですか、はいはい、そうですね、はい、これ実はですね、はいはい、見てください見ていいですか、はい、実は変わったセックスのやり方でも挿入の際の単位でもなく、うん、前儀講義の一例あなるそれはでも途中じゃなくて、まあ、最初ということですねみたいですねここから始まるんじゃないですかおセックスが あもしくは終わった後でも良い、うん、ということですね、まあ、皆さんがこの今私たちが話したというかこの寄り添いっていうので、うんうん、まんまですねはい、うんうん、まんまですねまんまですねでもこれのまんまとはいえ、うん、まんまとはいえこれをできる男子はなかなかいらっしゃらないですよね、はい、あのすぐ挿入したいからねこれ最初にもできない、うん後にもできない、うんうん、挿入の快感も増幅されますとこの一手間によってこの一手間ね、うん、この一手間重要なんですよものすごい重要特に後でも最初でも大変重要でございますが特に女性好きよね、うんうん、でもね、うん、なかなかこれをできる男性はね、はい、いないその通りですねでどれねあの告知していいですかどうぞ来週の、うん48今寄り添い28で終わりましたが、はい、29ってか見なくていいですもうタイトルも見なくていいです、はい、29ってがあまりにも面白いので楽しみにしていてくださいドラネームここ閉じてもう閉じて、はい、すぐ閉じてください閉じました、今48ってその28寄り添いで、 寄り添いで、はい、4つ紹介しましたが、はい、来週かなり面白いのでちょっとこちらも楽しみにして私怒るまた、うん怒ります怒るはい怒ります私怒る、はい、OK です、はい、じゃあ何言うんだっけ来週違いますね以上はい、フルーツバスケットの部屋でした。曲を。クルサヌミジヌ掃除。荻野目洋子。トレーニングマシンが欲しいなら。トレジム、トレジム、理想を超えろ。トレジム、トレジム、今夜も探してしまう。僕だけのボルテージの向こう。トライジムはあなたのマシンを全国どこでもお届け。092-408-9220。トライジムで検索。トライジム。名台詞を呼ばい。入れないの新メニュー過去のドラマや映画アニメの名台詞を夜な夜な呼ばいさせていただきますそれではドリネーさん今宵呼ばいする名台詞は溺れるものは藁をもつかむでは今宵は溺れるものは藁をもつかむやばい、はいこの意味ですね、はい溺れた時に、うん、藁をつかんでも助かるはずなどがないが非常に困ってしまってどうにもならなくなった時人は役に立たないものにでもすがってなんとか助かろうとするという意味ですそれさ、うん、あ何一息で言ってみてどういうこと、どういうこと、息をしないってこと息をしないで言ってみて呼吸を途中で入れないってこと一回も息継ぎしないで言ってみていきますはい溺れた時に藁をつかんでも助かるはずなどないが非常に困ってしまってどうにもならなくなった時人は役に立たないものにでもすがって何とか助かろうとするという意味すごいイエーイドラネームやってドラネームやってここドラネームやって一息で息をしちゃして息していいんだけどもそう呼吸をしない違うな、うん、死ぬわお願いします溺れた時に藁をつかんでも助かるはずなどないが非常に困ってしまってどうにもならなくなった時人は役に立たないものにでもすがって何とか助かろうとするという意味イエーイじゃあ言うよお茶だちょ茶だちょちゃっとたっちょたっちょはい言って坊主な屏風に今日の生ドラなら生長なかつお入って生麦生米生卵はい行きましょうそれではやばいやばい行きましょうか、はい、じゃあまあ順当なところから言っていいですかはいあお願いします順当な一文字だけ変えさせて、うん、あ一文字じゃない二つだオッケー順当なところから言ってみますい溺れるものはあれをもつかむ
アギジャビヨイ、なれねあれってどうかしら、ね、溺れそうになった時にグイッとあれをそれに出してるってことあれを何をしているの、溺れてる最中にあれを掴んじゃ掴んでしまう。あ、何をしてるから溺れそうになるんじゃない、うん、なるほどね。なんかしてるから溺れそうになっちゃうから、なんか四十八ってしてたんだはずよ。そうよ、そしてね、うん、それで溺れそうになったので、うんうん、あれを使う、うん、なるほど、あれを使うんだけね。じゃあね、そのあれで言うとね、うん、溺れるものはじゃなく、おぼこいあれは、おぼこいあれは逆に女心をつかむ。アギジャビよ、綺麗になっちゃったじゃない、だって可愛いじゃん。あなたのみやび好きよね。好き好き、おぼこいあれは、おぼこいあれは逆に女心をつかむ。いいんじゃない、可愛いでしょ。可愛いんじゃない、ちょっとついつかんじゃうでしょ。じゃあ私いきます、はい、いつものごとく、はい、人生に迷ったものは、はい、ヤパドリをも掴むあのしょうがない、もう人生に迷っちゃってるからね今はね、このヤパドリを聞いている方、うん、全員人生に迷ってる、うんうん、あ、でもこういう時期もあっていいんじゃない、うん溺れてね、ヤパドリにヤパドリにも溺れて、そう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 、どうしようもなくなった時に、うんうんうん、ヤパドリをもう踏み台にして、はい、こっから登ってってっていう、そう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 、ね、溺れた時にはね、少しでも勇気づけて、うん、勇気づけになってくれれば、こんな人たちでも生きてるんだと。そう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 、生きてるかどうかも分かんないけど本当にね、そうなんですよ、生きてるかどうかも分かんないんで、本当に、まあまあ踏み台に、でもね、私のことは踏まないで。あらまや、ドラネーのことは踏んじゃいけないわけ、うん、私だって M じゃないから、あなたでしょ、踏まれて喜ぶの。私そっち系は好きじゃありません。あなた、もう踏まれた瞬間私悪いけど、あーんって言うよ喜んどるやん喜んどるやんならさんで、もうやめて、そういうの好きじゃないから。うん、じゃあ、なんて？ここ久々にピー入れようかな、ピー入れようかな。来た来た来た。ピー入れようかな。久々にピー入れましょうね。はい。うん、ドリネーさんの何ですか？あー。お聞きたい方は、はい、ぜひ溺れた時には、うん、ドリドラを踏んでいただきたい。ドラネーム踏んじゃっていいわけ？私はダメだ。ダメなんだ。ドリコを踏んでほしい。ドリコを踏んでほしいってことで、はい。じゃあ私いきますね、はい、ちょっとこれ語呂合わせなんだよな、はい、こぼれるものは、こぼれるものは、うん、コップをもつかむ。ちょっとなんか語呂合わせよね、語呂合わせ、うんうん、意味はないの、意味はないの、うん、ないのね、意味はないの、ないのね、うん、意味はないシリーズ言ってもいい？こぼれるものは、はい、あれを汚す。こぼれるものはバッてこぼれちゃったから あれを汚してしまう、あれ汚しちゃった、なるほどなるほど、うん、ティックンビーとか、ティックンビーとかね、おティンティンとか、おティンティンとか、いろんなもの汚しちゃうのこぼれちゃったからね、なるほどなるほど、はい、じゃあちょっとこのこぼれるものはコップをもつかむのこの語呂合わせからちょっといいですかね、はい、急に思っちゃったんですけども、溺れる猿は、うん、猿が溺れちゃうんだ、そう、うん、木をもつかむ、これは猿も木から落ちるっていうそこから来てますね、混ぜちゃったんですか、混ぜちゃいました、この動物シリーズの、それを言うならさ、はい、お願いします、猿と同じように、はい、溺れる攻防は筆をも掴む、なるほどなるほど、ということ、なるほど、そういうことです、同じシリーズで言うと、じゃあ、溺れる猫は、はい、小判をも掴むだってさ、あれよ、猫に小判って意味は全く必要ないからってこと、うん、あ、分かった分かった、はい、どうぞどうぞ、溺れる豚は、はい、真珠をも使う。しかも正解、その通りで、そういうことでございます。そういうことですね。溺れる馬は、うん、耳に念仏をも掴む。っていうことで、ことわざシリーズですね。なんかそう、他にありますか？ことわざシリーズ。溺れる桃太郎は、うん、桃から出てくる。どんべらこー、どんべらこー、それを言うならさ、はいはいはい、か桃から出た桃太郎は溺れる川を流れていく一寸法師は溺れる、溺れるそういうことですね、そういうことです、はい、そういうことなんですよ、そういうことです、なんかじゃあ何かありますかね、うん、溺れる白ヤギさんは、うん、手紙を食べる言ってるだけだよね、言ってるだけ、そうそうそう、言ってるだけ、ちょっとこれシリーズ面白いかなと思うんですけども、はい、なんか他にありますかね、はい、じゃあうん、ヤパドリらしく一つ言ってみていいですか、はい、欲求不満の時は藁でもいける
嘘でしょ嘘でしょ、わらでもいける、欲求不満の時わらでもいけちゃう、わらでもいける、あぎじゃびよ、はい、よっぽどですね、はい、ちょっとドラニアちゃんもう一つ、はい、なんかいいのないですか、じゃあ、はい、まあ順当なところ、はい、お願いします、いきますよ、はい、収穫時期には、おすごい急に真面目になりましたね、はいはい、わらをもつかむ、当たり前じゃないですか収穫時期にはわらをもつかみますよ、まんまでございました、まんまでございます、素晴らしいです、はい、ではそろそろ、じゃあですね、はい、成立をさせようと思うんですが、うんうん、なんと、はい、あの雅な時忘れを、はい、私どもに、うん、くださったあのマギー様がまた乱入なさってまいりまして、はい、降臨しました、降臨なさいましてですね、はい、呼ばっていただきましたので、嬉しいです、本日大変雅でございますのでこれを採用したいと思います、はい、それでは名ゼリフを呼ばいさせます、収穫、ごめんなさい、溺れたふりをして人工呼吸で手もつなぐ、名ゼリフ呼ばい、はい、呼ばい成立、これはどういう意味ですか、はい、この意味はですね、うん、人は恋愛に困窮して晩酌尽きた時、イケメン監視員さんにまで必死にすがろうとする例え、なるほど、はい、なるほど、溺れたふりをして人工呼吸で手もつなぐ、ぐすごいですね、はい、本日はこれを、成立とってことで、やばい成立で、はい、マギーさんからの、マギーさんからいただきました、はい、ありがとうございます、以上名台詞をよばいでした。ということで今日はちょっと四十八手が盛り上がりすぎたのと、はい、あとですねドリネーとドラネーのコーナー企画会議ですね、はい、煩悩108手まで作り続ける四十八手その後がちょっと盛り上がりました、はい、はい、ということでですね今日はいつもの、うん、やっぱりエロトークが、あら本当だわ、できませんでしたね、またこちら次回に回したいと思います、そうね、はい、じゃ、はい、ドラネーエンディングお願いします、はい、この番組いやいや今溺れたふりで隠れてたの、溺れたふりでね、はいはい、この番組は見つかるあなたの一台トライジムの提供でお送りいたします、やめて直前にやるのやめて、やっぱりドリアン今宵もたっぷり1時間お届けしてまいりました、それではまた来週土曜日それではまた来週土曜日夜11時ご一緒に発情しましょう。